中西功は、日本の共産主義運動の活動家、中国問題の政治評論家、元日本共産党参議院議員、三重県多気郡西海上田村土羽に生まれる。三重県で学んだ後、1929年、県費生として、上海の東和同文書院に入る。学生運動を通じ、日支闘争同盟、中国共産主義青年団などに参加し、反帝国主義の活動を行う。1932年に帰国しプロレタリア科学研究所で中国研究に従事する。1934年に満鉄調査部に入り、大連に赴き、調査執筆活動を行う。公然活動としては、満鉄の調査業務として、品鉱戦力調査委員会の主要メンバーとなり、中国の鉱戦力を高く評価し、日本の軍事活動を牽制する報告をまとめた。非公然活動では、西里達夫らと共に、中国共産党と通じ、毛沢東ら中共指導部へ情報を提供し、反戦活動、抗日活動などを援助していた。1942年、ゾルゲ事件関連で、中共暴報団として検挙され巣鴨拘置所に収容される。その後治安維持法違反及び外姦罪で起訴され、死刑を求刑される。獄中で中国共産党に関する大量の原稿を執筆する。この原稿は戦後、中国共産党史などとして一部が出版された。1945年9月無期懲役の判決を受けるが、占領軍の釈放指令により1945年10月、釈放される。1947年の第1回参議院議員通常選挙に日本共産党から立候補し当選。しかし1950年1月、日本共産党の路線論争の中で党中央と対立し党を除名される。当初は団結派を結成し、反論を行っていたが、後に参議院議員を辞職する。その後復党し、1963年まで、衆院選旧神奈川2区に出馬したが、返り咲きはならなかった。実弟の中西篤、中西三陽、中西五州も社会活動家。環境リスク学の研究者で、文化功労者の中西順子は長女にあたる。ありがとうございます。